はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。私スクナというものです。それでは本日も早速動画を撮っていこうと思います。はい、で本日やるゲームはですね、前回に引き続き霧雨の降る森ですね、やっていきましょう。じゃあ前回どこまで行ったんでしたっけ。あ、なんか森の中に入ったら変なとこにワープしちゃったところまでか。あと入るだけかな。よし、何があるんですかね。何ここ、目玉、鼻、口のパーツがない人型の人形が置いてある。人形のふくりは身代わり人形と書かれている。なんだかちょっとリアルな人形で気持ち悪いな。ということはここに来た目的はこの、なんだっけ、目と鼻と口を見つけるんですかね。何これ、牢獄鍵1と書かれた鍵がある。おう、牢獄でいいんですかねこれ。なんか読み方間違ってる気がするんだけど、まあいいや。おっ、なんだ、びっくりした。嫌い、いなくなって死んじゃい。待って、音がキモい。いやー、これ他のとこ調べてから取ればよかった。あいつ常設される感じか。なんか敵が現れたりする音がなんかとても気持ち悪いんですよね。私嫌いですね。何あいつ、うわ、何これ、血だらけじゃん。赤黒い何かがこびりついている。そのところどころに小さな乳発色のかけらが散らばっている。作り物の花が落ちている。おっ、花月中、没収物、鍵がかかっている。没収物、流しには赤い液体が流れた跡ができている。何か落ちている。小さな人の骨、何ていうこと。うわ、またお前か。やばいぞ、やばいぞ。早くおいでよ。いや、音が気持ち悪い。あ、やばいやばい。で、お前は何やってんのこのところで。話しかけたら死んじゃう。ドロドロ、体ドロドロ。返して返して。どういうこと？体を返してほしい。あの人形さんを返すってこと？鍵が振っていて開かない。錆びてところどころボロボロなんだけどな。なんか今、あ、そっちオフにしとかないと。よし。錆びてボロボロなんだが開かない。鍵が振っていて開かない。あ、出たパスワード。まだわかりません。ここは、あ、開いた開いた。何があるのかな？え？牢屋だ、人の骨がある。ほんとだ。人の骨。うわ、ごめんね。穴が開いている。穴に何か落ちている。木製の鍵。ああ、ごめんね。バチが当たるぞ。これ最初からいましたっけこんなの。いや、分かったかな。気持ち悪い。どこで使う鍵？あいつら、いるよね、いるよね。待って。どこで使うのこの鍵。木でできた鍵。鍵がかかってたところは、あ、一応出られはするんですね。こっちじゃなかったよね。没収物の鍵開けないといけないのこれで。めちゃくちゃ大変なんだが。セーブはコマンド。ちょっと行ってみようか。あ、でも、そんなに動き早くない。あい。補修物。ああ、よし。で、何が入ってるの？ヤスリ？ああ、なるほど。これで。うわ、音がうるさい。うるさいっていうか、なんか、なんていうんですかね。不協和音っていうんですかね。これ削れるんじゃないかな。ヤスリ、おー、よし。ヤスリで削る。何があるんですかね。おう。牢屋の、何これ、檻を外して穴が開いた。ヤスリはダメになってしまった。やばいよ。ドロドロの、ここで生まれたんだよ。
悲鳴とうめき声の中、敵の空間で無双何かが中央でわめき、味わって生まれたよ。いや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 、お母さん、気持ち、何があるの？あの部屋探索しなきゃいけないの？あ、なんかある。作り物の口が落ちている。え、何？触れたら、ないっていうか分かんないな。どういうことなの。何と逃げた。口と鼻一個足りないんだが、とりあえずつけましょう。あ、やべえ、これ積んだんじゃね。おー、いう奇跡。口と鼻とあと目ん玉どうしろとあ、なんかあったな、そういえば。これか。ヒント？ヒントなんかあったっけ？なんかないのかな。緑、赤、青。緑、赤、青のもの。で、数字が関係しそうなもの？わかんないんで、やっぱこの部屋？行きたくないんだけど。この方触れてもいいのかな。ノックルスの石が引くだけだ。あ、やっぱダメなんだ、やっぱダメなんだ。でも、ここ、左上の紙が気になる、これ。せいと、綴られたシミだらけの古い紙だ。おい、嘘だろ。もうないのか。これは？瓶や、薬が並んでいる。瓶に赤黒いドロドロした謎の液体が入っている。液体の入った瓶を手に入れた。何かに使うのか。小さな骨みたいなのも入ってる。溶かした赤ん坊とか言うなよ、マジで。シャリにならないぞ、そんなの。赤黒いドロドロした液体が入ってる。あ、ん？もしかしてあの人にあげるのかな。お前なんかそういえば欲しがってたな。ドロドロからとドロドロ。返して。あれ？君にあげるんじゃないの？はい。体。瓶が割れた。幸せ？紙切れ？じゃあ、あれ？溶かされた子供みたいな感じだ。最悪だ。何か書かれている。読ませてくれ。なるほど。これ全部組み合わせれば、9、6、5ですかね。いやー、やっとだ。ここに打ち込めばいいのかな？ 9、6、5。あれ？そんなバカな。そうでしょ？違うの？赤が5。赤が5か。で、緑が。よし、裏屋の鍵が開いた。で、何これ、疑い骨だ。何かが書かれた紙がある。村の男衆は狂いけり、卑劣なる行為に及び恥じたり、他の女が哀れなり、殺される赤子が哀れなり、逃げるれば地獄も勝つれども我は死ぬる。どういうこと？大量の土が積まれている。土に違和感がある。あ、なんかどかせたりしないのこれ。曲がった木の枝が落ちている。曲がった木の枝、何に使うのこんなの。どういう意味でしょうこれ。
野村なんか昔とんでもないことしてたんじゃないの？あれ取らなかった結構。ああなるほど、持っているボード奥のものを、手探り寄せ、ん？手探り寄せれそうだ。寄せましょう。これで最後の1個のパーツが手に入るのかな？え？小型の古い鉄製のスコップ？あ、ありがとう。穴を掘れってことですかね、これはね。あの部屋の。行きましょう。あ、スコップ。穴になってたんだ。地下に続いてるのかな。え、また降りるの？え、なんだここ。これ、加工が施された青い小さな石が落ちている。ネックレスと同じ石だ。紐に通す穴もついている。お、これってライフが1増えたってことでいいんですかね。うん、ちょうどネックレスの縄に通りそう。せっかくだからつけておこうかな。あ、要はネックレスの紐に通した。はいはいはい。うわぁ、またお前か。逃げちゃダメ。え、やばいよ。逃げよう逃げよう。君も一緒。僕たちと一緒になるの。あ、ネックレスの死が一つくだけだ。あ、やっぱり、このネックレス私を守ってくれてるんですね。痛い痛いよ。早く一緒になって。今むちゃくちゃな。あ、かわせる。これ逃げれるんじゃない？お、ダメなんだ。くそ、あ、ロープだ、ロープ。これで上に登りましょう。逃げられないよ、早く一緒に。あ、ここに、追いかけてきてる？わー、音が嫌だぞ。音が嫌だぞ。出口が閉ざされている。ネックレスの石が一つくらい。え、これやばいんじゃない？出口が通って、どうすればいいの？うわぁ、お前マジかよ。何か使えそうなアイテム持ってたりしなかったかな。なんでそっちにいんだよ。あ、すべての石が砕けてしまっている。どうしろと？あれ、待って、久しぶりに何をすればいいかわからないんだが。こっちは何なんだ？あれ、何もないの？持ち物で今何かありそうなの。待って、これなんか間違ってるのかな。音が嫌なんだよな。とりあえず人形のパーツのとこ行ってみましょうか。それぐらいしかなんか思いつくあれが。うわ、やばい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 。それずるくない？それずるくない？それずるくない？マジか。あれ、待って、今なんか、あれ、なんかちょっと今キーボードがおかしかったぞ。てか私まだ人形の目玉手に入れてないんですけど、これもしかしてその状態でこれを取っちゃうとまずいとかいうあれなのかな。出口に向かっちゃダメなのかもしれないな。まだ目ん玉ゲットしてないんだよな。どっかで手に入んないのかな。この状況ならどこかに目玉があってもおかしくないですよね。でもないか。
セーフセーフ。何かを数えてたんですよね。正しいってことは。なんか持ってたかな。なんもないですよね。ここには君たちがいるもんな。この辺はまだ探索してないな。あ、マジかよ。朽ちた木材と埃の匂いがするだけで何もないのか。これつけれないのかな。変わり身っていうぐらいだから、やっぱどっかに目ん玉が。外にはないですかね。あの人形を連れて、あの人形のところに連れて行くのかな。それぐらいしかないんですよね。さあどうしようか。とりあえず登って。やっぱこいつか。もしかして身代わりって、お、しようしよう。顔ないよ。それは人じゃない。やっぱりどっかで目ん玉、目ん玉がいるのか。なんかないのかこの辺。あ、なんか落ちてる。お、やった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 。やばい、ないかなと思って一個ずつ、あ、あれ待って、これ確定で死んだんじゃ。あ、マジかよ。でもこれで全部揃った。ああ、めっちゃ探したー。あったぞー。でも追っかけられた後なんかイベントがあって配置が変わってるのかなと思って探してたんですけど、やっぱありましたね。ああ、もうさっさとこんなとこおさらばだぜ。確定で一回食らいませんこれ。どうやってノーダメで逃げ切るんだろう。よし、とりあえず目ん玉拾って、あれ動けない。おう、なんかこのぐらいのスピードだとありがたいんだけど。あ、やっぱり逃げられないのかな。ちょちょ、お前そこに復活するのずるくない。お前そこに復活するのずるくないか。あぶねえ。これで人形になるのでは。よし、これで使用できたんじゃないか。急いで人形の顔のパーツをはめた。逃げ切れたかな。ん？一緒になろう。お母さんが待ってるよ。悲しい、辛いお母さん。Thank you.
の掟に逆らった夫の妻として生かしてもらえているだけありがたいと思え。なんかやらかしたのか。消えた、よかった、助かった。でも今のはない。約束した子供の命、それがあればお母さんは幸せになれるみたいなこと言ってたけど、私約束なんてダメだ、よくわからない。とりあえずこの場所から出て佐久間ちゃんを探さないと。あ、そうだ、本来の目的は佐久間さんの捜索でしたね。はい、というわけで本日はこの辺にしましょう。時間もいい感じですし、一区切りついたようなので、はい、なんかこのお化けさんの正体が分かってきましたね。昔何かやらかしちゃって、その夫と子供と身ごもった子を殺されちゃったお母さんの幽霊さんが、なんだっけ、小鳥お化けで、なんか命がいっぱいあれば幸せになれるみたいなのを思ってるみたいですね。だから約束した子供の命を飼っていると。いやー救われない話。どうしたんですかね、この神崎さんは約束しちゃってるんですかね。それは多分後々わかるでしょう。はい、では本日はこんな感じで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録から高評価からよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。